5本の指をそろい、前腕の力の連動で手首の関節を自由に動かせ、手のひらに卵を逃げたような首相で体表を叩く。コツとしては手のひらに卵を握ったような首相で叩く。次は手首と 肘は力を抜きます。作用としては、臓腑を振動させ、気と血液循環を良くする。その他は痛みを止める。次は実際に実技をしましょう。吐く方、あるいは叩く方、5本の指を揃い、前腕の力の連動で 手首の関節を自由に動かせ手のひらに卵を逃げたような手帳で体表を叩くポイントとしては手のひらに卵を握ったような手帳で叩く手首と肘は力を抜きます6正方 書水法、親指噴水法、魚彩噴水法に分けられています。まず、書水法。手のひらを幹部に当て、一方に沿って直線で押し進む。親指噴水法。両手の親指で真ん中から両側へ押し進む。 次は実際に実技をしましょう。親指噴水法です。両手の親指で真ん中から両側へ押し進む。次は、魚菜噴水法。患者を仰向けさせ、 医者はそばに立つ。両手の親指と大行彩を服に当て、その真ん中から肋骨の外縁に沿って両足へ押し進む。コツとしては以下です。1力は浮くほど軽くはないし、滞るほど重くはない。 2. 気結の流れや経絡の方向に沿って押し進む。3. 手のひらで押し進むとき、指は前に、主君は後ろにする。4. 一定な速度を保つ。5. 一直線で四熟のとき、片手で押し進む。作用としては、 経絡を疎通し、閉塞による症状を治療する。次は実際に実現をしましょう。玉砕噴水法です。患者を仰向けさせ、医者はそばに立つ。両手の親指と大魚菜を服に当て、その真ん中から肋骨の外縁に沿って、 両側へ押し進むコツとしては以下です1力は浮くほど軽くはないし滞るほど重くはない2気結の流れや経絡の方向に沿って押し進む 3. 手のひらで押し進むとき、指は前に、主君は後ろにする。4. 一定な速度を保つ。5. 一直線で四熟のとき、片手で押し進む。7. 叩く方。即撃法と指先撃法に分けられています。 まず、速撃法、すなわち手の尺足で叩く方法。親指と手首を伸ばし、5本指を分ける。両手の尺足、つまり小指と小行彩を含む。で、交代で一定のリズムで弾力的に体表を叩く。 両手が同時に始熟してもいい次は実際に実技をしましょう次は足撃法手の尺足で叩く方法です指と手首を伸ばし5本指を分ける両手の尺足で交代で一定のリズムで弾力的に体表を叩く 両手が同時に四熟してもいい。次は、自然撃法。指先で叩く方法。5本指が曲げて、指先を患者の頭に当て、四腹にやや傾く、リズムよく打つ。コツとしては、 手首と肘は力を抜く。一定なリズムを保つ。指先で叩くときに、同時にあるいは交代で始熟してもいい。作用としては、尺足で叩くと筋肉の痙攣やストレスをとられる。指先で叩くと頭がよく冷めて、頭部の血液循環がよくする。 次は実際に実技をしましょう。次は指先撃法。実際は指先で叩く方法です。5本指が曲げて指先を患部の頭に当て、私腹にやや傾くリズムよく打つ。コツとしては 手首と力は力を抜く一定なリズムを保つ指先で叩く時に同時にあるいは交代で試熟してもいいこする方まず小さつ方両手で獅子を挟み両手を向けたまま力を入れて 反対の方向に沿って素早くこする。往復して歯熟する。ポイントとしては両手を向けたまま同時に力を入れる。こする動作は早くに上下の移動は遅くする。作用としては筋肉をほぐし、血血を調和できる。 次は実際に実技をしましょう。次は殺法、すなわち擦る法です。今やっているのは小札法です。両手で四肢を挟み、両手を向けたまま力を入れて、反対の方向に沿って素早く擦る。往復して始熟します。コツとしては、両手を むけたまま同時に力を入れる。こする動作は早くに、上下の移動は遅くする。暗報手のひらと手指を使って治療部位につけ、患部と垂直の方向に沿って押さえる。コツとしては、 だんだん力を入れるべきです。作用としては、他の主義と一緒に使う場合が多い。動脈を抑えると気結を調節することができる。次は実際に実技をしましょう。次は安報です。手のひらと手指を使って治療部位につけ、 幹部と垂直の方向に沿って押さえます。力は徐々に入れるべきです。今日の講座は以上です。ご静聴ありがとうございました。